今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は須崎市の魚鷹にやってきました。ここに駐車場がありまして、6、7台止められそうですね。魚鷹下駐車場午後7時以降施錠されますということで、まあ、今日は店の前の駐車場止められたのかと思います。こんにちは。あ、一緒です。はい、頼んだ。はい、はい、おばあはすでに入ってて、ランチを頼んだそうです。日替わり弁当、コーヒー付き150円を頼んだそうですね。贅沢定食1800円、刺身定食1200円。余計なものを頼まれるわけにしても多すね。余計なものとか言ってるし、海鮮丼とかねすかさず頼んでしまいます。卵かけご飯もありますね。あ、これ刺身つけてる、ね、そうよ、ほらネギのなんか、なんだったっけ、柏島の、うん、あの魚なんとかっていうところがあった。で、ここは居酒屋なんでね、まあ、こういうふうにいっぱいメニューがありますよね。お酒だとたくさん種類があって、夜来たいんですが車だと飲めないという、はい、日替わりました。パイですか。これはグレバーですね。で、アジのフライですかね。それとポテトサラダにご飯で、ほうれん草ですかね。こんな感じです。それに味噌汁です。で、ここはお醤油はですね、地元の丸京の。3種類ありますね。濃い口じゃあどうぞ。いや、あの、バンダガ森からの風はおじいが吹かせてください。バンダガ森からの風では刺身やっちゃいます。うん、たっぷり食べ応えありますね。ではイカの刺身か。食後のコーヒー来ました。ミルクがない。ミルクもらえるところか。はい、ちょっと一回り小さめって感じですか。ケーズ電機にやってきました。駐車場とても広いです。ではここから歩いていきます。
僕らのシーズン以来ですね。いつ行ったかな。でも桜が咲いていなかった記憶があります。桜並木まで歩いてきました。はい、ここはずっと桜が咲いてね、4月にはとっても綺麗なんですよ。でここ車が通れるので車で見に来られる方も多いですよね。柿実ってますね。阿蘇駅まで歩いてきました。阿蘇駅までやってきたんじゃないんやろ。ああ阿蘇駅もっと向こうに。もっと向こうか。これが線路ですね、 JR の。でこの上に天満宮あるので参拝します。入り口ここを左に入るようですね。アイノゴ天満宮。こんにちは。はい、参道上がってきたらここに踏切があって、この踏切を渡っていかな、いかないという、手で押して通行してください。なかなかカーブがあるから怖いね。どこ見たら時間は関係ないね。時間はちょっとないですね。あの伊野の十二社神社のところはちゃんと時刻表があってそれに合わせていくんですけどね、ここはなかったですね。はい、愛の御天満宮。文治4年1188年、建立1671年に京都白川天満宮を勧進して再建ということだそうです。はあ、ここからも一段が続いてるわ。はい、なんとか登ってきました。あ、綺麗に掃除してますね。ここでみかんが食べたいね。あ、まだみかんないのか。消毒費がありますね。100年ぐらいの歴史あるから古い神社ですよね。では参拝します。天満宮の菅原の道真ですよね。あ、靴があるから誰かいるのかな。本殿は全部囲われておりまして全く見えないです。では参拝も終えましたので元来た道を帰りましょうか。川の対岸をずっと、うん、歩いていけばいいんじゃないかな。ここはなかなかの撮影スポットじゃないですか。この鳥居とで、あの鳥居の向こう側にアホなことやっています。 あの鳥居の向こう側にあの桜がずっと植わっているので、あれが咲いた咲く頃のシーズンにここへ来てこの角度で、列車が来るのを待てば素晴らしい写真が撮れそうです。喉が渇いたので100円自販機でジュースを買います。100円、ありがたいです。ツワブキが咲いています。はい、ケーズ電気もうすぐですね。ケーズ電気まで戻ってきました。ここまでで2時間1分 8.22 キロ、累積標高差 46m でした。今日はちょっと暑いぐらいでしたね。でもだいぶ歩けるようになってきました。ではケーズ電気で買い物していきます。